はい、こんにちは、116インズです。今日は小ネタみたいな感じの動画ですが、マリナーズは今日キャッチャーのジェイコブ・ノッティンガムをブルワーズへ金銭と交換でトレードしました。ノッティンガムはもともとアストロズ、アスレチックス、ブルワーズに在籍していた選手で、アストロズ時代の2016年開幕前にはベースボールアメリカのプロスペクトランキングで球界全体66位という評価も受けたことがある元トッププロスペクトの選手です。2018年にブルワーズで MLB デビューを果たしましたが、あまり MLB レベルでプレーする機会はさほど多くはなく、3年間で通算の試合数は38試合にとどまっています。まあこういった選手のトレードは日常茶飯事といいますか、マイナーなトレードではありますので、本来であればそこまで話題になるようなトレードでもないんですが、ノッティンガムをめぐってはここ数日の間に様々な動きがありまして、その中でマリナーズが最終的に、まあ金額は明らかにはなっていないんですが、多少儲けることができた様子が個人的に面白かったので今回ご紹介したいなと思いました。ということで早速ここ最近のノッティンガムをめぐっての動きというところを確認していきましょう。まず今回の件の全ての始まりは4月22日にノッティンガムがブルワーズから DFA されたところからです。ノッティンガムは昨年に引き続き今季もブルワーズに在籍していましたが、開幕から故障者リストに入っていまして、またウェーバーを介さずにマイナーに降格させるためのマイナーリーグオプションも切れているような状態でした。そのためもしブルワーズがこのノッティンガムを故障者リストから復帰させる際には、 MLB の試合に出場可能な26人の枠から誰かしら外す必要がありました。そして4月22日ノッティンガムの怪我も言えまして、ついに彼を故障者リストから復帰させる必要が生じたんですけれども、この時点でブルワーズのロースターにはオマー・ナルバエスとマニー・ピーニャという2人のキャッチャーがいて、さらには40人枠の中には MLB で通算200試合以上に出場経験のあるルーク・メイリーもいましたので、ブルワーズはノッティンガムのためにロースターを開けることはせず、故障者リストからの復帰と同時に彼を DFA するに至りました。ノッティンガムの DFA から約1週間後の4月28日、マリナーズがウェーバーで彼の獲得に名乗りを上げまして、ノッティンガムのマリナーズ移籍が決まりました。マリナーズはこの時 MLB のロースターにはトム・マーフィーと、それからルイス・トレンスという2人のキャッチャーがすでにいましたが、2人揃って開幕から打撃不振に陥っていまして、4月28日の試合が始まる前の時点において、マリナーズはキャッチャーのポジションの選手の打率が1割6分5厘、OPS に至ってはわずかに5割というありさま。打席でバットを持っているだけで攻撃面ではあまり貢献できていないという惨状でした。またこの2人を変えようにも、マイナーにもすぐに MLB レベルで貢献できるキャッチャーもいないようなチーム状況でしたので、もちろんノッティンガム自身も MLB でのプレー経験が浅いので、彼が来たからこのキャッチャーの問題が解決するということはなかったでしょうが、マーフィー、それからトレンスの不調がこれ以上続いた際のバックアッププランとしての獲得だったのかなとこの時は思いました。ノッティンガムの獲得が発表された2日後の4月30日、ファーストのエヴァン・ホワイトがちょうどチームから一時的に離れたタイミングで、ノッティンガムがメジャーのロースターに登録されました。ノッティンガムはマイナーでキャッチャー以外にもファーストでのプレー経験も多少ありましたので、キャッチャーのバックアップ以外にもそこの経験も買われたんでしょうね。またマリナーズ、この日はエンゼルスとの対戦だったんですけれども、相手の先発が左投手のアンドリュー・ヒーニーとの対戦でして、ファースト兼 DH 要員のホセ・マーモレイオスおよび外野のテイラー・トラメルは2人揃って左投手をかなり苦手としていましたので、マリナーズは5番キャッチャーにルイス・トレンス、先日の生配信でもネタにしましたが9番 DH で本来キャッチャーのトム・マーフィーを入れる打順を組めたのもノッティンガムの存在があったからでしょう。普通は2人しかいないキャッチャーを同時にスタメン、それも片方を DH に入れるなんてことはめったにないわけですが、その起用を可能にしてくれましたね。ノッティンガム自身がこの試合に出場することはありませんでしたが、9番 DH に入ったマーフィーが勝ち越しホームランに、さらにはダメ押しのタイムリーを放つ活躍を見せまして、チームの勝利に大きく貢献。ある意味ノッティンガムの存在が呼び込んだ勝利とも言えるかもしれませんね。マリナーズでの初めての試合ではゲームに出ることはありませんでしたが、柔軟な起用を可能とし、さあこれからはプレーでの貢献にも期待と思っていましたが、なんとノッティンガム、この翌日の5月1日に再び DFA となってしまいました。まさかのマリナーズのロースターに登録されていた期間は1日だけという異例のスピードでロースターから外されてしまったんですね。これには一応理由がありまして、ここ最近のマリナーズは先発陣に故障者が相次いでいまして、ジェームス・パクストンがトミジョン手術でシーズン絶望、ニック・マルガビチャスは左肩の炎症で故障者リストに入っていますし、さらにはエースのマルコ・ゴンザレスもつい先日故障者リストに入るなど、先発の台所事情がかなり苦しくなっています。そのため急遽5月1日の先発マウンドには今季はリリーフに回っていた LJ ニューサムが立ちましたが、彼もまだ十分な先発調整ができていないような状態で、ニューサムが長いイニングを投げられなかった時に備えてリリーフのワイアット・ミルズを昇格させるに伴い、ノッティンガムが再びの DFA となってしまいました。
実際ニューサムはこの日エンゼルス打線に早々に捕まってしまい、2回8失点とひどいありさまで、ミルズにも出番がありましたので、この判断自体は間違っていなかったと思います。思いますが、それにしてもあまり短すぎるノッティンガムのマリナーズ時代、キャッチャーのバックアップを確保したんだなぁと思った私の当時の考えは全く当たっていませんでしたね。ということで、あっという間にマリナーズのロースターを外されてしまったノッティンガムでしたが、彼が元々いたブルワーズにもトラブルが発生していました。ノッティンガムを DFA したのはキャッチャーに空きがないからという部分が大きかったんですが、ブルワーズは4月27日にマニー・ピーニャが左足親指の骨折で故障者リストに入りますと、不幸なことにこの3日後の4月30日の試合で、今度はオマー・ナルバエスがヒットを打った際にハムストリングを痛めてしまって、こちらも途中交代。ナルバエスも結局故障者リストに入ることになりましたので、数日の間に一気にキャッチャーが2人も離脱する緊急事態となってしまったんですね。キャッチャーが十分な数いるからノッティンガムを DFA したブルワーズですが、今度は逆にキャッチャーをどうにかして工面しなければならない状況となってしまいました。そして窮地のブルワーズはどうしたのか、マリナーズから再びノッティンガムをトレードで獲得したんですね。4月28日にマリナーズへの移籍が決まり、そして5月2日にブルワーズに復帰と、わずか4日間での出戻りとなりました。以前コリン・レイが3日でマーリンズからある意味クーリングオフされたような事例をご紹介したことありますが、怪我とかの理由もなく4日で元のチームに戻るのはなかなかレアケースな気がしますね。ブルワーズ公式ツイッターからの引用ですが、ノッティンガム自身も戻れて嬉しそうな顔なのかはわかりませんけれども、ピースまでしていい表情していますよね。今回のトレードでマリナーズが金銭を見返りに得たというのは冒頭でも話しましたが、実際にマリナーズが彼をロースターに登録していたのはたったの1日だけですので、そこまで多くの額は得ていないにしても、1日だけロースターに置いてお金をもらえるんだったら、マリナーズにとっても悪い話ではないんじゃないかと思います。むしろいい商売かもしれませんね。ちなみにブルワーズに戻ってきたノッティンガムは、早速5月2日のドジャース戦のスタメンマスクをかぶりました。チームは16対4で大敗してしまいましたが、気合が入っていたのか、ノッティンガムは打撃でいきなりインパクトを残し、8番ながら4打数2安打2ホーマーの大活躍。ノッティンガムにとっては自身初の1試合2ホーマーだったそうですが、このいきなりの活躍を見ますと、確かにブルワーズに戻れたのは彼にとっても良かったのかもしれません。ナルバエスとピーニャが故障者リストに入っている間は、ノッティンガムにも十分なチャンスが与えられると思われますが、2度目のブルワーズ時代、彼はどのような成績を残すんでしょうか。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。